ナです。台湾と日本の同じ駅名を紹介します。確かにパッと浮かんだやつでも何個かある。松山、あと板橋、板長。あ、そうそう、日本の皆さんご存知ですか？台湾と日本にはまさか33個の同じ駅名があります。ということで、じゃあ今日の企画は日本と台湾同じの駅名を紹介します。まずは一番名前が多い駅名を紹介しますね。追分けが多いんだ。そう、台湾の中国語でさ、追分站、追分成功ならね、あの台湾の学生さん一番大好きな人気スポット、そこに行ったんだね、自分が好きな欲しい学校が入れる。 そこ行ったら受かるから。例えば日本だとカツ丼食べるじゃん。あ、そうそういう意味ですよ。もうまさか日本でさ4個追い分け駅がありますね。秋田、三重県、ね、滋賀、北海道、じゃあ次がな、松山駅。おー、よく日本人でも行ったりしたことがある人多いかもね。しかも松山駅ですね、あの台湾の歴史一番長い駅なんですよ。そうなんだ。そう、あの日本の愛媛にある松山駅なんですけど、2013年の時は姉妹駅になったよ。わあ、この間さ、お弁当も紹介したでしょ。駅弁紹介した時もその駅弁が作られた理由が台湾と日本で姉妹協定を結んでるっていうことからだったよね。じゃあ次は板橋板橋車站ですね、台湾でもさよく利用する板橋、いっぱい人がそこに住んでるよ。めちゃ便利だから、高鉄もあるし、台鉄も MRT も。じゃあ本当に大きい駅なんだね。そう、すごい便利ですね。日本の板橋は東京にあります。え、行ったことある？私も板橋なんか何回もあの電車に乗った時ね。板橋めちゃ馴染みな感じ。あー、あ、そうだよね、なんか距離が近い。あー、台湾も板橋がありますよ。そう、初めて台湾来た時に、台湾人の友達に板橋集合書いてあったのね、板橋って、日本って聞いたの。本当に聞いたの。あ、そうそう、何言ってるのって言われびっくりした。次は岡山。あ、オッケー。じゃあ岡山の食べ物、3、2、1。ヤンガオロ。キビタンゴなんだろう。ヤンガオロでしょ。おい、キビタンゴだろ。キビタンゴ、桃太郎さん、桃太郎さん。岡山だよ。キビタンゴとかも有名。桃太郎さんの銅像があるので、岡山駅前にこういうのがある。しかも見て、隣はあの猿、犬と鳥。なるほど。おー、岡山行きたいね。え、なんでヤンロールなの？本当にガンシャンヤンロール超有名ですよ。あ、そうなんだ。ガンシャンといたら、ヤンロール超美味しい。そう、本当に台湾のガンシャンにいたら全部ヤンロールの店ですよ。超有名。じゃあ次は池上車站。池上？あの池上のお米が有名だから、そこらへんのお弁当は食べるべきですよ。日本だと東京だね。東急電鉄の池上線の駅だよね。じゃあ次は台中の清水駅です。お、日本だと静岡県の清水駅です。おー、清水なんだ。そう、私たちね、あの台中の清水のサービスエリア行ったことあるでしょ。ある。そこにあのちょうど日本と台湾のコラボがあったでしょ。日本の食べ物もあるし、台湾の美食もあるんですよね。そうだね。で、次は新竹にある富贵站。日本だと愛知県にある富貴駅。新竹では何が有名なの？ビーフンが一番有名ですね。お、名古屋にもさ、もう美食超たくさんあるでしょ。うん、ちょっと似てるのが名古屋のういろう。ういろうっていうお菓子があるんだけど、米からできてるかな、だからちょっと似てるかも。あー、なるほど、米と作ったお菓子なの。そうだね、羊羹とゼリーの間みたいな感じかな。おー、じゃあ次は東映にある富岡站。日本は福島県にある富岡駅。おー、富岡駅は福島で一
一番東にあるんだって。次は紹介したいのは、桃園車站です。おー、出ました。桃園車站はもちろん桃園にありますね。日本だとどこにありますか？日本だと三重県にあるね。でも読み方ちょっと違うかな。日本語だと桃園駅。じゃあ次はまた新竹にある竹中站。日本は大分県にある竹中駅。じゃあ次は台湾の屏東にある東海車站。日本だと東海駅だね。それが茨城県にあります。でも台湾のあの東海車站ですね、実はあの無人駅です。あ、そうなんだ。まあ、とにかくすごい田舎にあるから、あの1日平均の乗車率は125人だけですよ。逆に日本の東海駅は4500人、40倍くらいです。確かに。じゃあ次は台中にある日南車站。日本だと宮城県にある日南駅。おばあちゃん、それですね、おばあちゃんの地元日南駅の近くにはリトル京都がありまして、ちょっとノスタルジックというか昔の味わいを楽しめて、しかもあとは緑がすごい多いところだから、旅行のスポットとしてもすごいおすすめかな。じゃあ次はどんどん行けますね。台中にある豐原站。日本だと栃木県にある豊原駅。新竹にある恒山站。日本だと兵庫県にある横山駅で、あとはもう一つあります。もう一つが石川県だね。じゃあ次は苗栗にある豐富站。わ、めっちゃ豊富だよ。しかもね、これ日本だと北海道にある豊富駅です。北海道だよ。北海道に行きたい。次は彰化にある田中站。田中駅は長野県にあるね。次は台南にある新市站。広島県にある新市駅。次は嘉義にある水上站。日本だと群馬県にある水上駅。群馬、温泉行きたい。宜蘭にある大理站。愛知県にある大里駅。彰化にある大村站。お、ちずのおばあちゃん。お、そうそう。長崎県と兵庫県にある大村駅だね。じゃあ次は台東にある关山站。新潟県にある関山駅。台南にある大橋站。福岡とあと長崎にある大橋駅。花蓮にある新城站。愛知県にある新城駅。で次はこれ名前が好き、平和站。おいいね、平和。北海道にある平和駅。で次は屏東にある竹田站。京都と兵庫にある竹田駅ですね。花蓮にある豐田站。東京にある豊田駅だね。次は花蓮にある大富站。日本だと岡山県にある大富駅。宜蘭にある龟山站、超有名なスポットですよ。三重県と兵庫にある亀山駅。日本だと亀山ってつく駅が本当に多い。次は花蓮にある瑞穗站。温泉もあるし牛乳も超有名ですよ。日本だと北海道にある瑞穂駅。北海道も牛乳超有名ですよね。牛乳どうした？牛乳どうした？花蓮にある南屏站。お、東京にある南平駅。宜蘭にある中里站。長崎、神奈川、岩手にある中里駅。次は台中にある栗林車站。2018年できたばかりの駅なんですよ。日本だと香川県にある栗林駅。この以上33個です。すごいね、33個がありますよ。本当だね。ちょっと不思議なのは、台湾だといっぱいなんか台湾式の名前がいっぱいあるのに、まさかなんかこんないっぱいところに日本式の名前もあるんですね。ガンシャンとかも。ガンシャンヤオルが有名だから。あ、そうそうそう。本当に日本人も台湾人もそうだし、お互いどっちの国にいても覚えやすいかもしれないし、あとはちょっとなんか距離感が近い感じするね。でも特産品は同じ。牛乳とかも米粉とかもいろいろあって嬉しかったね。ということで、皆さん同じ駅行ったことありますか？もし同じ写真撮ったことあるようなどありましたら、ぜひ教えてください。はい、じゃあとりあえず今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。
この動画が好きなら関心登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。